はい、皆さんこんにちは、渡りぐるびじです。では今回は新ギレンド野望ベリーハードチャレンジランバラル編続きをプレイしていきたいと思います。まあ、苦戦に苦戦という形でですね、まあ、禁じ手ともいえるキュベレイのハマンを戦線に投入することで、まあ、なんとかですね攻略の方を進めてきています。まあ、ハマンのキュベレイがいるのといないのじゃ全然違いましたね。当初ハマンはそもそも介入させておらず、うまくいかなかったので、ハマンをアッガイに乗せて介入。これでもうまくいかなかったので、キュベレイに乗せているという状況です。露獲したガンダムには、将来性のあるガルマを。ランバラルは現状、グフに乗ってますが、これはそのうちですね、ランバラル専用ドムへと乗り換えていきたいと思います。では早速続きをプレイしていきましょう。マドラス基地を強襲して奪還したんですが、この後連邦軍はオデッサ作戦を発動してくると思いますので、アンチオデッサ作戦ということでオデッサに向かいたいと思います。では時間を進めていきましょう。ランバラル隊は戦力増強してまして、騎士ニムバス、黒い三連星、ガイア、オルテガバッシュ、さらにガトー、レズナー、カリウスと、だいぶね、部隊強化うまくいってますので、まあ、パイロット、キャラクターはこの程度にしてですね、この先はドムやズゴックを増強していきたいと思います。はい。オデッサ作戦が開始されたということなので、もう実は部隊すでに全部入れてあります。ご覧のような形で入ってますので、ここでしっかり敵を迎え撃ちましょう。レベル将軍仲間で入ってくると思いますので、戦っていきます。では、オデッサですね。味方部隊58。まあ、約半分ぐらいがランバラル隊です。連邦軍19。士官数10と多いですが、これだったら簡単に撃退できそうですね。救援部隊の派遣、感謝する。だが手出しは無用だ。オデッサの部隊だけで十分戦える。我が隊の支援を断るのであればドズル中将に伝えよ。了解が得られるのなら手を引こう。無理なことを。ならばオデッサ基地の情報を漏らすな。それだけ守ってくれれば好きにして。キシリエ様の秘密主義か。もともとドズル中将はそのようなことに興味を持たれていない。情報を外部に漏らさぬことを約束しよう。約束をたがえるなよ。まあ、この時、ランバラルは、まだ中佐。まあ、一方の、マクベはね、大佐なので、まあ、階級上は上ですもんね。では、まずこのエルランから確実に撃破しておきましょう。せっかくなんでガンダム使います。グフも使いましょう。レズンも使います。ここで、数を削っておきましょう。ガトー、レズナー、クランプがいますね。こういうのも使って確実にポイントもね、稼ぎながらという戦いをしていきます。ドズル中将に伝えよという話ありましたけど、ここにドズルいますね。そもそもここの基地の迎撃体制の総指揮を取っているのはマクベではなく、明らかにドズルザビ中将ですよね。では迎撃戦開始していきます。貴重なズゴックがやられてしまいましたね。まあ、ズゴックはこの後ベルファストを攻略するにせよ、あるいはトリントン基地オーストラリア強襲するにせよ、必要になってくる貴重な水陸両用モビルスーツだったんですが、一機失っています。これできるだけ早めに補充したいと思います。ガイア、オルテガバッシュ、黒い三連星ですね。まあ、難なく敵を撃破していってくれています。ここは、レズン、ハマーン、ランバラルがビクトレイを撃破。まあ、キュベレイがいるので、何ら問題はないですね。ここは三連星がベイトに挑みます。ここも撃破はできそうですね。まあ、三連星は今、
普通のドブに乗ってるんですけども、専用ドブが養成できるようになったらすぐ専用ドブに乗り換えたいと思います。敵部隊の反応はありません。これでレビル将軍を含む全部隊の撃破が完了しています。ランバラル中佐、協力に感謝する。おかげでオデッサの危機は去ったよ。約束通りオデッサの情報は漏らさぬ。戦闘記録も全て消去しておいた。臨検してもらっても構わん。いや、機関は信頼に足る男だ。そこまではよい。では早々に立ち去らせてもらおう。居心地が悪いのでな。はい、というわけでオデッサ作戦、これの撃退に成功しました。まあ、ズゴックの数が少し物足りない不安というものはありますが、戦力も整えている状態ですので、この後ベルファスト基地の攻略に向かいたいと思います。ではオデッサ作戦迎撃に続いてベルファストの攻略戦を始めていきたいんですが、ベルファスト多いですね。敵の部隊士官数こそゼロなんですが、部隊数が59、まあ、60ですね。まあ、こちらは、まあ、禁じ手とも言えるキュベレー、あとはレズン専用のギラドガ、これもしっかり使って攻略進めていきましょう。まあ、特に注意しなきゃいけないのが、こちらはね、水陸両用のモビルスーツがほとんどないという状況なんで、まあ、いかに早く、上陸して戦っていくかと、まあそういうところにね、なってくるかなと思いますので、まずは上陸戦を仕掛けていきます。主力となるのは、まあ、ランバラルはまだグフに乗ってるんですが、まあそのランバラル。あと3連星。これもね、普通のオドムに乗ったままなんですが、それに加えてガトー、レズナー、カリウス。これも普通のドムです。そして騎士ニムバスは、イフリートに乗り換えてもらっています。ガルマはガンダム。あと、ランバラル隊、クランプ、アゴース、コズンなんかは、全員、ドムに乗ってもらっています。まずは上陸をね、果たせるところから、しっかり果たしていきます。あんまり無理して突出するとですね、攻撃を思わぬところで食らう、なんていうことも、出てきてしまうと思いますので、ここは確実に上陸を優先します。ガウが落とされた。いやー、ガウはね、結構貴重な運用上必要になってくるものだったんですが、ここはちょっと迂闊にも落とされてしまいましたね。こっからはガウが落とされないように地道に歩みを進めていきましょうか。これ以上ガウを失いたくないところですからね。ランバラールも後ろからついていきます。ランバラールが撃破されると、その時点でゲームオーバーになりますからね。では、本格的な交戦状態に入りましょう。まあ、損害はできるだけ抑えるに越したことはないんですが、まあ、ランバラールが撃破されないように、これをね、最優先に考えていきます。ガルマやガト、彼らのレベリングもしっかりしていきましょう。ベルファスト基地攻略の途中なんですけども、今シャアどこで何してるのかなと思ったらですね、シャアはインドでヒルドルプに乗ってました。ダラーをインドで探してるのかなっていうね、そう思わせるようなシチュエーションですよね。まさかインドでヒルドルプに乗ってるとは。マドラス基地攻略順調に進んでますので、このまま進めていきます。多少の損害出ていますが、まあ、ズゴックとかね、ドーム一部失っている程度。で、おおむね、キュベレ、あとはレズンのギラドガが活躍して戦ってくれています。で、ガトーやレズナ、カリウスなんかもドムに乗せてもやっぱり強いですね。では、基地中心部、開けましたので制圧します。基地中心部の制圧に成功しました。これで、ベルファスト基地の攻略、ほぼ完了ですね。残っているフィッシュアイなんかを相当して終わりにしていきましょう。はい。では、ベルファスト基地取れましたので、今回は、オデッサ作戦の撃退と、このベルファスト基地の攻略戦をもって一旦終わりにしたいと思います。
次回はですね、北京の攻略に向かうか、あるいはドリントン基地の攻略に向かうか、まあ、試案をしてですね、さらに連邦軍の地球上の拠点を奪っていきたいと思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。